フォアボールの後に長打っていうところは非常に目立った交流戦なんだと思うし、交流戦だけで10敗のうち龍神は4敗してるわけだから、はい、中野清樹のトナナナチャンネルということでね、交流戦も6球団終わりましたけどもね、まあ成績から言うと7勝10敗1分けということで借金が3つできたっていうことですよね。この結果はどうでした？まあなんとかね5割でっていうところでね行きたかったんですけど、5球団全てに1勝2敗っていうところで負け越したんで、やっぱそういう意味では交流戦入って5月末のリーグ戦までの好調さっていうのはちょっと影を潜めたかなという感じでしたね。まあ失策もありのちょっとリリーフ陣が当たってきてやられるっていう、まあ逆転負けでやられたっていうケースも非常に多かったですね。まあ本当にリーグ戦のような戦いはなかなかできなかったのかなっていう感じがしましたね。これ交流戦だからっていうところではなさそうな感じですか？まあちょうど交流戦で対戦してないカードでそういうところもあるんですけども、まあちょうど気持ち的にも体力的にも疲れが出てくるっていうところのこの6月のところで、一つ雨に流れてやっぱ9連戦っていうね、仙台札幌っていうところでの非常に移動ゲームっていうところの厳しい9連戦っていうのがすぐにあったんでね、やっぱその辺の影響っていうところもあると思うしね、まあそういう意味でリリーフ陣の状態もこの交流戦来て良くなかったっていうところも多少はあると思う、やっぱりね。で今日ソフトバンク戦が終わったってところで一試合一試合振り返っていけたらなと思うんですけど、はい、まず6月16日の4対1で勝った試合、この試合は良かったんですけどね、はい、ビーズリー投手はいかがでしたか？まあ、ビーズリーは、ね、序盤やっぱり初先発っていうところでちょっと力みっていうのは感じましたね。やっぱまっすぐがちょっと上ずるっていうか、そういう感じのケースが結構あったんで、そういう意味ではこうストレートが力んでたなという感じがしましたね。ちょっと3回4回っていうところはね、変化球がカウント取り出したっていうところで緊張感力みっていうのは消えていたのかなという感じはしましたけどね。まあ1回2回の力み方緊張感そういうのもあったと思うし、でもそこをねしっかりとゼロで抑えていったんでね、まあゲームの中で立ち直りの気配は見せたんですよね。ビーズリー投手先発はこのままありそうですか？そうですね、もう一度あると思いますね、次の登板っていうのもね先発でいくと思いますよ。続いて島本選手、梶谷投手、岩貞投手、岩崎投手のリレーで1失点で切り抜けることができたというところで、はい、うんうん、はい、ここら辺は良かったですよね。そうですね、この辺はしっかりと仕事したというかいい感じでね抑えていけたっていうところだったと思いますけどもね、特に島本がね2回ピッチで抑えたっていうところでやっぱゲームを作れましたよね。2番手の代わりパラでピッチャーが崩れるとゲームっていうのは流れは悪くなるんだけど、やっぱりあそこピシャッと2回を島本が締めたっていうところでゲームが非常に引き締まったゲームになったし、タイガースの流れに持っていけたよね。でやっぱりそこで攻撃的にはね、やっぱ近本中野の4回のねあのヒットエンドランが多かったね。まあ3回目でノーヒットで4回ね近本が出て、ね、中野がエンドランっていうところで低めの非常に難しいボールだったんですけども、まあショートがセカンドベースにカバー入ったっていうところでショートの方を狙い撃ちしたっていう感じの、まあ、そこで1、3塁っていうね本当ワンチャンスでいい形でヒットエンドのタイミングをかけたし、そこでうまく中野が応えられたっていうところでしょうね。非常にこの試合はいい形で取れたんじゃないですかね。次の試合が4対6っていう形で最終回に逆転されて負けてしまったってところなんですけど、この試合はいかがですか？まあ大竹はね古巣相手にしっかりとリーグ戦変わらず6回をしっかり投げたしね、まあヒット4本三振7つというところでね、フォアボールも1つだけっていうところで失点は1ですけど、まあ自責にはならなかったというね、中野のエラーで出塁したランナーだっていうところで、まあしっかりと大竹らしいピッチングだったと思いますよ。その後及川投手が次投げたんですけど、及川投手が打たれてしまったっていうところで、はい、ちょっと攻防の後に長打っていうところは非常に目立ったホールセナだと思うし、そういう意味ではこうランナー出してちょっと攻防出してはいけないっていう気持ちで甘くなってきたっていうところでやられるとかね、やっぱりピッチャーの心理で攻防出した後っていうのはどうしてもストライク取りに行きたいって感情的に起きますんで、やっぱそこを狙われたっていう、まあ、まだまだ力不足なのかなっていう感じはしますけどね、そこをしっかりと入り球であったりとか決め球であったりとか、そういうところを整理して請求していかなきゃいけないでしょうね。やっぱこのツーランで1点差されたっていうところで、やっぱり嫌な雰囲気っていうかな、嫌な気持ち流れっていうのは起きますもんね。前に言ったようにやっぱ島本が5、6と2イニング締めてゲームが非常に引き締まってゲームの流れが持ってきたっていうところであったけども、このやっぱり2番手でいった及川がツーランされて点を取られちゃうと、追い上げられる方からしたらもう同点まで来たようなそんな感じの気持ちになってくるんでね、そういう意味では
の代わりパラのピッチャーというのは非常に大事だと思いますけどもね。なんといっても最終回ですよね。これまで好投してきた岩崎投手がこう打たれてしまっているところはちょっと思うんですけど、うん、そうですね、岩崎投手の状態はどうだったんですか。まあやっぱ3連投っていうところの多少の疲れっていうかな、そういうところは出てきてたのかなっていう感じはしますかね。まあ湯浅でつないで最後もうこの試合までっていうところだったんでしょうけどね。3連投までっていうところなんで、やっぱこの試合しっかり締めてくれればっていうところで最後のゲームに投げ出すつもりはなかったと思うんですけどね。まあ3連投持たなかったかなっていう感じの、そういう内容でしたね。8回の糸原選手の代打のところとかあったと思うんですけど、ここはいかがでしたか。ピッチャー左のタウラっていうところでね、昨年までずっとシーズンレギュラーで張ってきてた選手なんで、糸原のやっぱプライドっていうところもあるし、その後の延長っていうことも考えたと思うし、まあ糸原をそのまま生かしたっていうところでしょうね。あの辺がやっぱり小畑であったりとかね、右の代打を送っていくケースは、渡辺あたりのね突っ込んでいくケースはあったとは思いますけどもね。糸原選手で決めてほしいっていうところでしょうね、まあ昨年まで左右関係なく出てた選手だけにねっていうところだと思いますけどもね。村地グループは住宅建設資材のエキスパート、製造から販売配送工事までチームプレーによるワンストップ体制。続いて今日の試合は0対9という形で、後半に点を取られてしまって打っては0点でっていう形になったと思うんですけど、この試合はいかがでしたか。まあ序盤の感じではね、1、2点勝負かなっていう感じのね、そういうゲームの運び方だったんですけどね。5回まで相手のピッチャーも良かったし、カジヤが捕まったっていうか、今日カジヤ悪かったね。左バッターの膝元に構えてるボールがもう外高の抜けボールっていうのがかなり目立った球数あったんでね、そういう意味では体の開きであったりとか、まあ、疲れからくそういう体の開きであったりとか、そういうとこも見受けたというかね、かなり逆球っていうのが目についたんでね、そういう意味ではかなり疲れがあんのかなっていう感じの投球内容だったね。今日はね、初めて見たっていう感じだね、今シーズンこの内容の悪さは。アウト1つしか取れなかったもんね。そうですね、まあその後及川投手も打たれてしまって、そうだね、もう及川、浜地、ケラーと、まあみんな打たれていったっていうところで、もう6回まで2安打がね、もう7、8で8安打打たれてっていうところだったんでね、6回までの緊迫した0-0のゲームがね、一気に中盤の3イニングで大きな点差になっちゃったっていう感じですからね。だから リリーフ陣が出たピッチャーは全て得点されてるんで、まあ、そういう意味で本当にこの交流戦ちょっとリリーフ陣心配だし、リーグ戦まではねリリーフ陣の負けっていうのは2つしかなかったんですけどもね、交流戦だけで10敗のうちリリーフ陣は4敗してるわけだから、半分近くだもんね、リリーフ陣で負けてるのは。湯浅が2敗、岩崎1敗、梶谷が1つでしょ。本当にこのリリーフ陣もう1回立て直していかなきゃいけないでしょうね。どういう風に立ち直していきますか。いや、まあ、だからコンディション的にちょっと疲れてるとかそういう選手もいるでしょうから、ファームの方の若いスタッフと生きのいいスタッフとこう入れ替えてちょっと休ませていくとか、そういうことも必要になってくると思いますけど、とにかくね4月5月戦いようと思い出して気持ちを切り替えて、この4日間でリーグ再編再スタートいいスタート切ってほしいと思います。ということで皆さん、コメント欄の方よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。